アバタールを調べていた。ジェラールたちの頼みでな。だが調査に行き詰まっていた時、偶然グレイに会ったんだ。そのラクリマすごいね。小型通信ラクリマだ。俺は体に妙な模様ができて、交流士課のばあさんのところに通ってた。今はこの通り自分で制御できるようになった。そして互いの近況を打ち明けた時、この作戦を思いついた。まあエルザの頼みってのもあるが、個人的に END の処理は興味があった。壊せってのが親父の遺言だしな。お前ジュビアにも言わねえなんてあんまりだろ。口止めしたのは私だ。潜入作戦の成功率を高めるには、なるべく外部に真実を知る者を置かないことだ。それに知ることで危険な目に遭わないとも限らない。ジュビアのためでもあったんだ。だとしてもよ、ジュビアにはすまないと思っている。私もこんなに潜入が長期になるとは予想できなかった。状況が変わったんだ。初めは内部調査のつもりだった。だが浄化作戦の話が出てきた。アバタールはゼレフを呼ぶために町を一つ殲滅するつもりだ。死の集まるところにゼレフが現れると本気で思い込んでやがる。そんなことは何としても阻止しなきゃならない。強引に潰しまえばよかったんだ。お前とエルザなら余裕だろ。それは不可能だ。アバタールは俺たちの予想をはるかに超える大きな組織だった。俺が潜入していたのも一つの支部に過ぎねえ。本部も他の支部もどこにあるのか互いに知らないんだ。下手な真似をすると浄化作戦を防げなくなってしまう。だからこの日まで待つことになってしまった。ああ、全ての支部が集まるこの日にかけた。浄化作戦ごとぶっ潰すんだ。ルーシー、さっきはすまなかった。やつらの手前、随分とひどいことを言っちまったな。ううん、私の方こそぶったりしてごめんね。まあ、メイドの格好で説教されてもな。それは違うの。俺は今でもお前らを仲間だと思ってるよ。よかった。